皆さんこんにちは、Cカフェへようこそ、Cです。今回は目の浜駅から徒歩で行けるサンドイッチ専門店のお店たんまこたんまに行ってきたので、そちらで購入した商品をご紹介していきたいと思います。いつも Cカフェチャンネルをご覧になってくださっている皆さん、ありがとうございます。チャンネル登録者が4000人を突破したということで、久々に顔出しをして今回パンを食べていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。自分がパン好きだったから、それを動画に残せたらいいなと思って YouTube 始めたんですけど、本当に週1回の緩い投稿なんですけど、いつも参考にさせていただいてますとか、福岡以外の方も見てくださっていて、福岡観光に来た時に行ってきましたみたいなコメントもくださって、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。最近はちょっとパンをメインに動画を投稿していました。不定期にはなると思うんですけど、たまにはこうやって顔出しをしながらパンの紹介もできたらいいなと思います。ということで、久しぶりの動画なので不慣れなところもあると思うんですけど、今回は前も紹介したこちらの目の浜駅から徒歩で5分もかからないくらいの位置にあるサンドイッチのお店です。前回購入したサンドとはまたちょっと違った種類を買ってきました。スムージーも販売されてあって、夏に飲みたくなるドリンク、美味しそうなアサイとかグリーンスムージーとか、なんかいろんな夏に飲みたくなるスムージーがたくさんありました。今回は買ってないんですけど、皆さん行った時には一緒に買ってみてください。はい、ということで今回はこちらの5つのサンドイッチ購入してきました。はい、Cは甘いものが好きなので、甘いもの、甘いサンドを4つと、あとは惣菜のサンドを1つ購入してきました。ではご紹介していきたいと思います。まずこちらハンバーグ、こちらは惣菜のサンドになります。この他にもサーモンクリームチーズとか、なんかチキンのやつとか、あと BLT サンドとかもありました。私が行ったのが、ここのお店は8時オープンなんですけど、9時頃に行きました。そしたらもうすでに半分くらいの商品がなくなっていて、その中からちょっと選ぶ感じだったんですけど、本当に人気みたいです。なので行く際はもう朝一に行った方がいいし、デリバリーがあるみたいですね。デリバリーは10時から受け付けておりますっていう風にインスタグラムに載ってます。あとこういうメロンパンの、これこういうなんか中にフルーツが入ってるメロンパンアイス、メロンパンアイスも販売されてるみたいです。今日は買ってません。サンドメインに紹介します。ハンバーグのサンドと、これがね、もうめっちゃ前から気になってたの、桃とアールグレーのサンドイッチ、めちゃめちゃ美味しそう。この組み合わせはあんまり見たことないですよね。で、これこちらはバスクチーズが入った、めっちゃ美味しそう、甘党には最高なサンドイッチ。そしてこちらはもう多分一番人気じゃないのかな、見た目がめっちゃ可愛くないですか。周りがココア生地で、中にいちごが入ってるサンドイッチ。そしてこちらはバニラと、クッキー、オレオクッキーが入ったサンドイッチになってます。以上5つ商品、じゃあ早速いただきます。全部は食べきれないので、ちょっとずつカットしながらレビューしていきたいと思います。なんか最近私YouTube を週1本投稿で、今年に入ってからはインスタグラムの方に一旦力を入れてみようかなと思って、インスタグラムは今年入ってから毎日投稿を一応してます。で、ありがたいことに今1万人フォロワー近くなってて、あともうちょっとで1万人フォロワーいきます。すごく嬉しい。自分が行ったところで良かったお店を投
してるんですけど、通りでアクションをくれる方とか、わざわざ DM をここ行きましたよみたいな DM をくださる方とか、本当に嬉しいです。ありがとうございます。全部開けました。はい、ということで早速いただいていきたいと思います。いただきます。じゃあまずこちらのハンバーグ、これ中にね、中にはハンバーグ、デミグラスソース、チェダーチーズ、水菜、キャベツ、トマトが入ってます。1個400円でした。このお店私久々に行ったので楽しみ食べるのが。いただきます。うん、意外にあっさりな感じ。なんか水菜とかお野菜がたっぷり入ってるからちょっとシャキシャキ感があります。ハンバーグは懐かしさあるハンバーグ、馴染みのある懐かしい感じのハンバーグの味。チェダーチーズも美味しい。食パンはちょっと甘みがあって、食感はふんわりした食感。美味しい。前食べたクリームチーズが入ったサンドも私は好きでした。続きまして、じゃあこちら紅茶と桃の白桃アールグレイ、これ550円です。この季節に食べたくなる桃。アールグレイの生クリーム自体がまず珍しいのに、お見て桃がね、すっごいあの大きいの、こんな感じで。いただきます。おお、美味しい。うん、なんかピーチティーみたいな味がする。紅茶感とピーチのあの爽やかな甘さみたいなのが美味しい。私買った後ちょっと冷凍庫の方で凍らかしたんですよ。で今ちょっとだけ自然解凍して食べてるんですけど、この桃のちょっとシャキッとした感じがこの暑い季節にめっちゃぴったり。ちょっとこう凍らかして食べるのもありかも。美味しいこれ。でこの生クリームにも紅茶が入ってるからそんな甘ったるくない感じで、すごくあっさり爽やかな感じのサンドです。皆さん最近どんなパンを食べてますか？最近私が食べてきたパンの中でなんかすごい衝撃的だったのは、前回あげた天神地下街にあるパン屋さんのまとめ動画を出したんですけど、イトキングにパンが販売されてあったんですよ。皆さんご存知でした？最近知ってこの前買ったんですけど、めっちゃ美味しかった。メロンパンとコッペパンの2種類だけだったんですけど、とにかくあのいちごのつぶつぶ感が残ってるパンっていうのが今まで食べてきた中で本当になくって、新しい食感で、やっぱそのイトキングって言ったらもうあまおうの専門のスイーツ店なので、いちごの風味と爽やかな酸味とあと生地の甘さっていうのがすごくマッチしてて、めちゃめちゃ美味しかったです。個包装になってるので多分お土産とかにも大丈夫な感じだと思うんですけど、特にいちごメロンパン、もうあれめっちゃ美味しかった。なんか中がふわふわじゃなくて結構こう凝縮された密度の高い感じの生地で、なんかしっとり感まではないんだけど、でもそこから広がるもういちごの風味本当に美味しかったので、皆さんぜひ行ってみてください。天神地下街なので、でお店の目の前に、お店の前のあたりにパン紹介されてたので、ぜひタイミングが合えば行ってみてください。バナナクッキー450円、いただきます。これはまあ王道の美味しさじゃない？なんか他にこういった高級食パンのサンド専門店って ありますかね？たんまこたんまくらいじゃないですかね。他にあったら皆さん教えてください。じゃあいただきます。うん、これはもう想像通りの味って感じ。中に入ってるバナナがめっちゃ大きい。でオレオもちゃんとあのかじるごとに味わえるようにバランスよく入ってるから、サンドとしてはめっちゃいいですね。でここのたんまこたんまのサンドの種類は全部で今のところ26種類あるみたいです。サンドイッチよりフルーツサンドの方が多い感じ、半々くらいですね。サンドもフルーツサンドも同じくらい量があります。他にみかんとか、あとメロン、白ぶどうとかもありました。あとあんバターとかもありました。でサンドの一番人気はエビカツだそうです。ナンバー2がエビアボカドで、3位がサーモンクリームチーズ。このサーモンクリームチーズ私前食べました。めっちゃ美味しかったです。女性が好きな味って感じ。フルーツサンドの1位は、あ書いてない、
けど人気商品がフルーツミックスとイチゴですね。このココア生地のやつと白い生地のやつが人気だそうです。あ、ブルールーフですね。ブルールーフのスムージーも一緒にありました。で、ここのお店の本当目の前くらいに公園もあるので、公園でこのサンド買って食べるのもいいと思います。こうやって顔出ししたのっていつぶりでしょうか。今年入ってからは初ですよね、きっと。髪型もちょっと黒くなりました。髪も伸びました。あ、8ヶ月前の北九州にあるあのエキセントリックベーカリー、あれ以来か。そっからね、ちょっとあのパンを中心に撮ってたんですけど、あのインスタグラムは、一応毎日投稿まだ、続けられてるので、なんかコメントとか感想あれば DM でもいいし、コメント載せてくれたらちゃんと読んでいるので、ぜひお待ちしております。皆さんの好きなパン屋さんとかぜひ教えてください。いちご黒ってやつ、これは650円、チョコレートの食パンを使用してるそうです。美味しそう。いちごはどんな感じ。あー、こういうことか。中に多分4つ、ちょっと割っちゃったんであれだけど、3つか、中に3つ入ってるのかな、多分。いちごがこれ2つ、こうなってて、いちごが丸ごと3つ入ってます。じゃあいただきます。うん、ケーキみたい。なんかもうチョコレートのスポンジって感じ、イメージそんな感じです。チョコレートのスポンジケーキに生クリームと美味しいイチゴが乗ったケーキに近いサンドって感じ。美味しい。イチゴも酸味よりも甘さがちゃんとあるイチゴです。美味しい。これは確かに人気ですね。あ、生地にチョコも入ってました。見える？こんな感じの。お店の中にはイートインスペースもありました。なんか可愛い絵が描いてあって、おしゃれな感じ。ちょっと狭めなんですけど、で、駐車場は目の前になかったから多分ないと思うんですけど、営業時間は朝の8時から夜の6時までなんですけど、もう9時に行った時には半分くらい売り切れてたので、多分行くなら午前中。はい、じゃあそして最後こちらのバスクチーズケーキが入ったサンドイッチ、バスクチーズケーキの650円でした。まあちょっとサンドにしてはお高めかなとは思うんですけど、でもこんなサンドあんまり見たことないよね。特別感がある分ちょっとお値段は張るということで。バスクチーズケーキのこんがりとした周りのこんがりとした味に、チーズケーキはすごいシュワッとした感じです。サンドにすることによって外でも食べれるから、このバスクチーズケーキを、しかも、周りに生クリームと、これ多分ブルーベリーかなみたいなのもあって、あの甘ったるくない感じに仕上がってます。あの普通のチーズケーキじゃなくて、ちょっと香ばしさのあるバスクチーズケーキだから、それがこの食パンとマッチしてて美味しいです。これ甘いもの好きはめっちゃ好きだと思う。美味しい。はい、ということで今回は名の浜駅から徒歩5分のところにあるたんまこたんまというサンドイッチ専門店のお店をご紹介してきました。この5品の中で一番美味しかったなって思ったのは、桃と紅茶のアールグレイのサンドイッチです。今までに見たことないサンドイッチだったし、前からちょっと気になってたサンドイッチなので、今回食べれてめっちゃ美味しかったです。味自体もそんな、なんて言うんだろう、本当この季節に食べたくなるような爽やかな感じので、ピーチが本当に大きく入ってて、アールグレイの鼻から抜ける香り、あのアールグレイの香りがめちゃめちゃ良かったです。あの他の商品ももちろん美味しかったし、今回買っていないサンドもたくさん美味しそうなのがあったので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。次またいつ顔出しして紹介できるか分かんないんですけど、その時まで、皆さん楽しみに待っていてください。何回も言いますが、本当に本当にいつもチーカフェチャンネルを見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。インスタグラムも確認してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。これからも福岡の美味しいパン屋さんとか、あとはインスタグラムの方ではパンの他にもあのカフェとかチーが気になるグルメとか美味しかったお店を載せているので、そっちもぜひチェックしてくれると嬉しいです。 YouTube の動画でもパンをメインに撮りますが、たまに気になったカフェとか、あとたまに旅行に行くので、その旅行先で出会った美味しいグルメとかも紹介できたらいいなと思ってま
ますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお待ちしております。コメントもお待ちしております。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。バイバーイ。